アイシングラスとは、1890年代に活躍した、イギリスの競争馬、シュボバである。史上6頭目、無敗での達成は2頭目となる、イギリスクラシック3冠馬である。アイシングラスの獲得賞金は57,455ポンドにも、上り、これは1952年にタルヤーに破られるまで半、世紀以上破られなかった。馬名の由来は、 中華食材のアイシングラスより、現役時代、アイシングラスはそれほどキサをつける馬ではなく、話して勝ったのも3馬審査での決着が2度あるだけだが、2歳児には、ミドルパークプレート、3歳児には2000ギニー、ダービーステークス、セントレジャーステークスのクラシック競争、4歳児には、エクリプスステークス、ジョッキークラブステークス、5歳児には、 アスコットゴールドカップと当時の主要競争をことごとく制覇し、負けたレースはランカシャープレートの2着だけであった。このためこれほどの賞金を獲得することになったのである。また、アイシングラスはとてもずぶんまであった。レースでは常に一杯に追う必要があり、調教も多めに必要としていた。このため馬場が使えなかった時には半路調教で乗り切った話も残っている。 対抗は16.1ハンドの大型馬であった。引退後はマッカルモントの下でで種ボバ入り、その死後はボルデンに強要された。1900年と1905年にはイギリス種ボバ順位2位につけたが種ボバチャンピオンになることは一度もなかった。代表3区はヒンバ2冠を達成したチェリーラス、他に ヒンバサンカンバラフレッシュとの子供で後継守母馬となったジョン・オーガウントなどである。アイシングラスは1911年12月5日にシェブリー・パーク・スタッドで死亡21歳だった。現在ロンドン自然史博物館に遺骨が展示されている。ありがとうございます。